スキーに関するお悩みありませんか？大阪スキー用品専門店のスタッフが詳しく解説解決、田辺スポーツお役立ち情報コーナー。今回は GS1 ピースの選び方についてご説明させていただきます。GS1 ピースは種類的にはルール上2つあります。こういうふうにフィスプリントがついたものとフィスプリントがついてないものの2種類がございます。ルール上今 SAJ のルール上でいきますと、全日本の大会ですね、全日本、SAJ 公認大会に出られる方は基本、先ほどのこのフィスマークのついた、ワンピースの着用が義務付けられています。ただし、K2 以下の方に関してはそれを除外されていますので、そちらの方はフィスマークがなくても大丈夫です。で、全日本の公認のレースになりますんで、各都道府県の予選であったりとか、そういうものに、そういう大会に関しては、各都道府県の連盟様の方に確認をしていただければ大丈夫かと思います。あと草大会に関してはこのフィスマークは関係なく、基本何でも大丈夫です。ですので、インターハイに出られる方と、あと全日本の大会、とあと国体等に出られる方はなるべくというか、出られることが決まっている方はもう絶対に行けるでっていう方はこのフィスマークのついた、ワンピースの方を GS ワンピースの方を選びいただければ大丈夫かと思います。以上、GS ワンピースの選び方についてご説明させていただきました。